はいどうも、しげぞうです。今回は交通安全研修第2弾やっていきたいと思います。まずね、前回の動画をさらっと振り返ってみたいと思います。前回ね、車とは何でしょうか、運転とは何でしょうかということで、移動手段、足、生活に欠かせないもの、楽しいこと、趣味である一方で、車というのは凶器ともなるんですよということをお伝えいたしました。ハンドルを握ったその時から人の命を握っている。交通安全のすべてはこの意識があるかどうか、これに尽きると思いますね。はい、そして交通事故の原因は何かということで、いろんなね、交通事故の原因ありますけれども、いずれも交通ルールを無視した危険な運転、これが原因ですね。じゃあなぜ交通ルールを無視してしまうのか。それは慣れ、良くない意味での慣れが原因であるということですね。ではその安全対策として、知識をつける、余裕を持つ、初心忘るべからずということをお伝えいたしました。知識をつける、なぜスピード違反はいけないのか、なぜながら運転はいけないのか、なぜ飲酒運転はいけないのか、その理由をちゃんと知っているかどうか、知識をつけることで気をつけなきゃという意識になれますね。はい、そして余裕を持つ、譲り合う心で広がる無事故の輪、譲り合う心、思いやりの心が安全のためには大事。では思いやりの心、譲り合う心をどうすれば持てるのかということで、余裕が大事ね。じゃあ余裕を作るには、本当に大切なもの以外全て捨ててしまいましょうということですね。はい、それから初心忘るべからずということで、初心を忘れないように交通安全の DVD を見ましょうということをお伝えいたしました。はい、そして今回は安全対策第2弾やっていきたいと思います。予測力アップ、仕組み作り、健康づくり、アンガーマネジメント、自分を客観視するというね、5つのテーマでやっていきたいと思います。その前に最初に皆さんにお聞きしたいことがございます。法とは何でしょうか。はい、法とは願い、国家がその国民に望む人間の在り方の理想を形にしたものだというふうにね、漫画キングダムに出てきますね。そう、法とは願いなんですね。道路交通法というね、法律がございます。その第一条に目的ございますね。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とするということですね。まあ、つまり、みんなが安全に運転をしてもらいたい。そして、事故によって悲しむ人を一人でも減らしたい。そういう思いが、願いが込められているわけでございますね。ですから、法律に定められている一つ一つのルールには意味がある。交通事故を起こさないための仕組みとなっているわけですね。例えばね、制限速度ってありますね。この道路は制限速度40キロですってありますね。そのルールにはルールができた背景があるわけですね。なぜスピードを出してはいけないかの理由があるんですね。これね、ドライバーの視点で見ると、なん別に道路幅広いしもっとスピード出してもいいやんけって思うかもしれませんけれども、これね、上から見るとどうでしょう。ルールを設定した人の視点で見ると、ここに小学校があって、ここに公園があって、子供の飛び出しがあるかもしれない、危ない、じゃあこの道路は40キロ制限にしよう、30キロ制限にしようという理由があるんですね。ちゃんとルールには意味があるんですね。そういうルールができた理由、法に込められた願い、法律を作った人の苦労に思いを馳せてみようということでございますね。カンカンガクガク、不眠不休で
一生懸命に考えられてできたのがこの法律でございます。はい、では安全対策のためにということで、まずは予測力アップ、これ言ってみましょう。よくね、だろう運転ではなくてかもしれない運転が大事と言いますよね。大丈夫だろうという思い込みを捨てて、何かが起きるかもしれないと予測して運転することが大事ですね。サッカーボール出てきた、子供飛び出してくるかもしれない、動物注意だ、鹿が出てくるかもしれない、薄暗いトンネルだ、お化け出てくるかもしれない、というようにね、出てくるかもしれないと予測をしておけば、スピードを緩めてブレーキ踏む準備をしておいて、何かが起きてもすぐ対応できるようにしておけるわけですね。じゃあ予測能力を鍛えるにはどうすればいいんでしょうか。はい、結論としては JAF に入ろうということでございます。 JAF に入るとね、 JAF メイトというね、安全運転に関する特集記事を読むことができるわけですね。これを読むと安全運転の意識を高めることができますね。あなたは今路地を走っています。この時どんなことに気をつけますか、みたいな予測能力を鍛える記事がございまして、これね、非常にためになりますね。私はですね、お父さんがね、 JAF 会員でね、 JAF メイトを小さい頃から呼んでおりました。それによって予測能力を向上させることができましたね。ちなみに JAF の年会費は4000円となっております。ロードサービスを受けることができますね。私ね、雪の日に脱輪してしまいまして、 JAF の方に助けていただきました。それからね、温泉とか飲食店の割引があったりしますからね。私はね、よく温泉行きますんでね、この割引はよく使いますね。お得になりますね。はい、それでは次、仕組み作り行ってみたいと思います。有名なトヨタの教えとして、人を責めるな、仕組みを責めろ、こういう言葉がございますね。人は弱いものでございます。人は過ちを犯すものでございます。世界中の誰もが業の深い生命体でございます。過ちをしてしまうものなんですね。過ちを犯してしまったその個人を責めるのではなくて、仕組みを責めろ、仕組みを考えましょう。過ちが起きないような仕組みを考えることが大事ですね。例えばね、会社の車を運転している時に不注意で事故を起こしてしまった人がいる。その原因を考える時に、もちろんね、その人自身の要因もあるかとは思いますけれども、その人が事故を起こしたのは組織の仕組みに問題があったのではないかと考える。そして同じような失敗が起きないような仕組みを考える、これが大事ですね。例えば管理体制、ルール、手順、組織文化などを見直すということで、仕組みから交通安全対策を考えてみますと、例えばね、居眠り運転、その原因はもしかすると職員に負担が大きすぎる勤務体制、シフトだったりするかもしれませんね。シフトの見直しが必要かもしれません。スピード違反、その原因はね、焦り。じゃあなぜ焦ってしまったのかというと、余裕のないギッチギチのスケジュールに原因があるのかもしれません。スケジュールの見直しや業務負担の軽減ができないか考える必要がありますね。ながら運転ね、携帯が手元にあるとどうしても見てしまうわけですよ。それが人間です。だから携帯はカバンに入れて後ろの座席に置いておく、手の届かないところに置いておく、そういうルールを徹底させる。それからね、車の後ろに私山田太郎は安全運転遵守者ですみたいなマグネットを貼っている車を見たりしますね。あれいいですね。私は事故を起こしません、私は制限速度を必ず守りますと宣言する、これね、かなり安全運転の意識が高まると思いますね。あとはね、交通安全の研修を職場の年間の研修計画に組み込む、
そして定期的に研修を行うというようにね、仕組みを考える。みんなで話し合って仕組みについて考えていきましょう。はい、それから3つ目のテーマ、健康づくり、いってみたいと思います。私はね、健康が全ての土台だと思っております。仕事をするのも遊ぶのも、そして車を運転するのも、健康というのは大きく関わってきますね。頭が痛い、お腹痛い、だるい、しんどいっていう時はどうしても運転に集中できないですよね。イライラしてしまいますよね。だから健康を整えるということは非常に大事ですね。その健康づくりにおいて大事なのは睡眠、食事、運動ですね。規則正しい生活習慣ルーティーンをすることで自律神経を整えていきましょう。そう、結局自律神経が全て解決してくれるということですね。あんたが孤独だってことも、自分だけ恵まれてないことも、給料が安いのも、誰かと誰かの仲違いも、結局自律神経が全て解決してくれる。ありがたい。狙うメダルの色は18金、シャツまで濡れるひらめきの夕立ちに、信号がちょうどすぐに青に変わったり、角を曲がれば世界はもう新しい。やがて雨は止み、シャツは乾き、自律神経が復活しためでたい。静かに消えない希望を外に待たせ、悲しみを噛み砕き、その苦みを笑え。はい、では4つ目のテーマ、アンガーマネジメント、いってみたいと思います。皆さんはね、アンガーマネジメントって知っておりますかね。アンガーマネジメントというのは、怒りの感情と上手に付き合うための技術、スキルでございますね。運転している時にね、どうしてもイラッとすることありますよね。急いでいるのに信号が全部赤、どうなっとんねん、ね、前の車遅いな、煽ってやろうか、みたいなことを思ってしまうわけですね。煽り運転はね、非常に罰則が強化されておりますね。東名高速道路で煽り運転により一家4人が死傷する重大事故が起きて話題になりましたね。今でも悲しい事件が後を絶ちませんね。衝動的にカッとなってしまう、その怒りの感情とどう付き合えばいいのか、アンガーマネジメントを学ぶということは非常に大切ですね。詳しくは私ね、以前アンガーマネジメントの研修動画も作っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは5つ目のテーマ、自分を客観視する、いってみたいと思います。常に客観視、故にダンディ、垂直に上昇する逆バンジー。はい、自分ね、最近疲れてるなーとか、メンタルが乱れてるなーとか、イライラしているなーというふうに、自分自身の今の状態を客観的に見ること。これをね、心理学の用語で、メタ認知とも言われるわけですね。このメタ認知が安全運転のためにも非常に大事だと思いますね。疲れている自分に気づく、イライラしている自分に気づく、運転に集中できていない自分に気づく、この気づきが大事ですね。その自分に気づいたら、ああちょっと休憩取ろうっていう風になるわけですね。逆にね、その自分に気づくことができなければ、ぼーっと漫然運転をしてしまって事故を起こす可能性が高くなるかもしれない。じゃあね、自分を客観視するにはどうすればいいのか。はい、マインドフルネス、これが有効だと私は思っております。最近ね、図書館で本を読んで学び始めたところなんですけれども、私なりに説明してみたいと思います。マインドフルネスとは何か。今ここの自分の状態に気づくこと。ね、毎日毎日あの人にあんなこと言われたと過去のことでくよくよしたり、今度のあれどうしようと未来のことで悩んだりしますよね。そんな時、今の状態に集中できるような精神状態を
意識的に作っていこうというのがマインドフルネスであるわけですね。そしてその手法として瞑想が用いられるわけですね。例えばね、呼吸瞑想、自分の呼吸に意識を向ける、吸ったり吐いたりする、そして今この瞬間の自分のありのままを観察するということですね。吸って溜めて吐く、真っ只中の真ん中の一瞬の空白を深く溜め込んで温まろう。このね、マインドフルネスには歩きの瞑想、食べる瞑想とか皿洗いの瞑想というのもありましてね、日常生活のすべての活動に対して心を込めて丁寧に今ここに集中してやることでマインドフルネスの練習になるわけですね。これね、禅と共通する部分もあるのかなと思いますね。禅の修行はね、座禅するだけじゃなくて、掃除するのもご飯作るのも食事するのも全て修行であると捉えますよね。はい、そしてマインドフルネスの効果をまとめますと、自分の心の状態に気づくことができる、集中力の向上、ストレスの軽減、心身のコンディションを整える、そして仕事のパフォーマンスも向上するというね、嬉しい効果があるわけですね。で、特に私が思うのは、自分の心の状態に気づくことができる、自分を客観視することができる、これが大事だと思いますね。怒りで我を忘れてしまうのも自分を客観視できていないからですよね。ですからアンガーマネジメントという意味でも非常に大事ですね。それからね、客観的に世の中を見る、そうするとね、いろんなことが見えてきますね。例えば自分が白バイ隊員になったつもりで世の中を見てみますとね、一時停止していない車のいかに多いことか、横断歩道で止まらない車のいかに多いことか、スマホ見ながら運転している人のいかに多いことか気づきますね。そしてそれらがいかに危ない行為なのか知らされますね。今一度自分の行動を振り返ってみたいと思います。はい、ということで安全対策、ね、予測力アップや仕組み作りのようなテクニック的なものから、健康づくり、生活習慣、メンタル、マインド的なものまでしっかりと整えていくことが全て交通安全につながるわけですね。そしてそのことは人生においても大事ですね。より良い生き方、ウェルビーイングにもつながっていくと思います。最後にね、交通安全の標語ってあるじゃないですかね。これもね、交通安全の意識を高めるのに非常に役に立つと思いますね。私もね、一つ作ってみました。お土産は無事に帰ったその笑顔。いかがでしょうか。あなたの大切な人にとって、あなたの笑顔が一番のお土産でございます。大切な人のためにも交通安全を心がけていきましょう。はい、ということで今回は交通安全研修第2弾でございました。今回の動画が良かったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。